パーティー大丈夫かな。タオはまだ辞めさせられてないみたいだけど。なにパーティー、私に意見しようというのか。意見じゃないわ。お父様の間違いを正そうとしているんです。これパーティーとボルカーさんの声、家の方から聞こえるけど、とにかく行ってみよう。パーティー、親の言うことが聞けないのか。親であろうと誰であろうと、間違いを見過ごすような人間になってはいけない。お父様から教わったことです。また私が間違っているなどと。二人とも何してるの？外まで声が響いてるよ。ライザさん、邪魔しないで。はい。もう一度言います。お父様、タオさんを辞めさせるのは断固反対です。タオさんのおかげで私の成績が上がったのはお父様も知っているでしょ。そんなタオさんよりも私の成績を確実に上げるという保証があるのであれば何も言いません。そうでなければ成績が下がりかねない危険を冒してまで家庭教師を変えたくありません。もし試験に落ちたら貴族の面目に傷がつきますしね。しかし、いや、確かにそれは問題だが、パーティー、お前は親の私が決めたことに逆らおうというのか。私はお前の幸せを思って言っているんだ。どうしてそれがわからない。お父様が私の幸せを思ってくれていることには何の疑いも持っていません。今までも今のこの話も私の幸せを思ってのことだと分かっています。ならばけど、私はタオさんがいいんです。タオさんは家庭教師として私に真摯に接してくれてる。そんなタオさんだからこそ私も全幅の信頼を寄せられる。パーティー、私はタオさんじゃなきゃ嫌。タオさんと離れたくないんです。そこまでか、パーティー。そこまでお前はタオ君のことを。わかった、お前の好きなようにしなさい。お父様、いいの？私はお前の気持ちを考えることもなく勝手に話を進めてしまっていた。貴族の面目を守ることは大切だが、娘の幸せを奪ってまで守る価値はない。辛い思いをさせてしまったな。申し訳ない。私もお父様に、なんて失礼なことを。そんなことはない。本音を言えば嬉しいとすら感じている。親の言うことを素直に聞く従順な娘だと思っていた。だが自分の大切なものを守るためには親にすら立ち向かう強い心を持っている。その姿を見られて私は嬉しい。お前は自慢の娘だ、パティ。ありがとう、お父様。私にとってもお父様は自慢の親です。よかった、二人がちゃんとお互いの気持ちを受け入れることができて。でもさっきのパティの言葉ってほとんど好きって言ってるのと同じような。
丸く収まったみたいだし、いっか。